こんにちは、ジュサリシコトチヒロです。普段は YouTube でメイクやファッションの動画をアップしています。今回はビデリシャスのキッチンを使って年明けに向けておせち料理の作り方をお届けします。では早速作っていきます。今回作るのはおせち定番の色鮮やかな紅白なますです。材料は大根、人参、塩小さじ1、砂糖大さじ2、酢大さじ3、ごま適量です。大根と人参の皮を剥き、スライサーなどを使って細かくスライスします。大根と人参に塩を振りかけます。しばらくすると野菜から水分が出てきます。お酢と砂糖を混ぜ合わせ、大根と人参の水気を絞り、調味料を入れ和えます。ごまはお好きな量をかけてください。これで完成です。綺麗にできて大変満足です。いただきます。美味しくできたかな。もともと紅白の色はおめでたいことの象徴なんですが、細く切った人参や大根はお祝い事の封筒につける水引きに見立てているという説もあるみたいですよ。どうしても高カロリーな食事が多くなる年末年始は低カロリーのレシピが重宝すると思います。次回も定番のおせち料理を作っていきます。質問、感想などありましたらコメントください。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。